エドフ馬動くから、おお、いや素晴らしいですね。前半だけで12得点をマークしたというレイパークジュニアです。エドフのこのタイミングでのシュート、レイパークジュニア浮かしてのシュート決めた。20得点名古屋。黙ってガードナー行きますね。ダブルチーム行きましたね。早めに斉藤が行きました。スリーを狙って、エドフ昨日から好調、頼りになります。パフォーマンスが高いという状況になっています。ダバンテガードナーがいるときに得点を重ねておきたいという三河です。さあ止めておきたいレイバックスジュニア、コーナースリー、また決めてきました。このシュートは決まりません。まだスリーポイントシュートが来ないという三河。もう一度同じ位置、レイバックスジュニア、これはちょっと止めなきゃダメ、タイムアウトですね。いやこれはもう止まらないですね。今日はこのゾーンディフェンスが非常に効果的です、はい、三河を苦しめているという状況。キャッチアンドシュート、決めた。バスケットカウント、ここももう2人、ちょっと2人いっちゃったんですよね、レイパックスと斉藤の2人がいってしまったんで、はい、ここうまく取りました。前出す隅の走っているの細谷、ダバンテガードナー、ダンクシュート、エサトン、エサトン、うまい、うまいフェイント、ダンクシュート、いやここでそれやるかっていうぐらいうまいですね。いや交代してすぐですからね、ファーストタッチで決めていきました、はい、振り抜けるようにして、バスケットカウントもらいます。走り切った名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、シーホース三河を退けて、このゲーム2、名古屋ダービーの、失礼、愛知ダービーの初戦落とす中、第2戦は取りました。